はい、どうもはじめまして、バンプです。はい、今回はウルトラの、医療品保管室の鍵、まあ、ウルメリキーですね。はい、これ行きたいと思います。ね、いろんなマップがね、結構美味しくなってる中、ウルメリはどうなんだということで、ちょっとね、行きたいと思います。僕、このウルメリ10回検証して、まだ1回もね、レドックスが出たことないんで、今回はちょっと短いんですけど、5回検証行きたいと思います。なんで、ね、ちょっとワクワクしております。それでは、その前に値段の方を見ますかね。だいたい80万。うん、80万。まあ、77万。くらいで買えるかなって感じです。はい、それでは行ってみます。レッツゴー。さあ、ウルメディ1回目。さあ、急遽始まった1回目。ウルメディ機。さあ、どういうあれにうまいのかな。ちょっとライト持ってくるか、次。くれー。なんもねー。なんも見えねえよ。メティ。キャット。え、ここさ、レドックス出んのマジ。俺、ここでさ、レドックス見たことねえぞ。出た人いんのこれ。もうダメだよ、これ。終わってるよ、この部屋。4つだよ、1回目。2回目か。ウルメディ。さ、2回目ちょっとささっと取っていきましょう。いや、マジさ、ここ。ここ、うまいん。まあ、40回もあされんならもっと取れるか。レドックス出るかこの部屋。え、こんな感じで、4つ脇。さっさ、3回。やっとなんかちゃんとした用品が出たな。お、プロピタルは嬉しい。あれ？あれ？レドックスある。おぉ。ナイス。あれ、出るね、ここ。うまく。初めて見たぞ。うわ、プレイヤー用の。オッケー。じゃあ3回目、レドックスと、アイファク。あれ？元取っちゃったわ。いきまーす。4回目。えい。やべえ。やべえやついる。オッケーオッケー。敵来る前に。オッケーオッケー。行く行く。はい、4回目。敵来る、もうなんとしても時間稼いでくれ。あさり切るから。あ、左回ってくるかな。オッケー、4回目こんな感じ。左回れるよね。4つ、割れる。4つこんな感じ。少なめ。ウルメリ5回前。あ、こんにちは。まあ。こんなもんか。5回目。3つ。はい、ってことで、検証いかがだったでしょうか。ウルメディキュー僕初めてレドックス拾いました。ビビったよね。でも、結構ね、うまい部屋ではあるんで、医療品普通に置いたり、このウルメディ以外にもね、外側の棚にもレドックス湧くっていう噂があるんで、そこもね、しっかり見ておきましょう。はい。でね、まあ、医療品の納品タスクとかある人とかはね、行くと、まあ、医療品は結構出るんで、まあ、持ってても損はない部屋になってます。はい。んで、ここね、わかんない人に言うと、電源を上げないと、上げれないキーになってるんで、そこだけ注意してください。はいよ。で、この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。